はい、皆さんこんにちは、ハイセス。先日ですね、シンガポールでかなりですね資産を持っていらっしゃる方とですね昼飲みをねさせていただく機会がありまして、その時にですねシンガポールって非常に高いよねというねお話をしたんですけども、やっぱりシンガポールの方っていうのはですね違ったね考え方を持っていらっしゃる。本日はですねこちらについてですねお話をさせていただこうと思います。もし本日の内容にご興味の方はです、ね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めさせていただこうと思います。先日ですね、私は、自分のですね、シンガポールでのこの経理の方とですね、昼飲みをさせていただきまして、昼からですね、シャンパンを開けさせていただきまして、1年間についていろいろ振り返りとかもさせていただきながら、シンガポールライフどうみたいなね、話をね、させていただいてたんですけども、その方っていうのはね、やっぱりシンガポールに17年間いらっしゃる PR と言いまして、パーマネントレジデンスですね、永住権を持っている方で、シンガポールのね、華僑の方とか、100億とか1000億とかね持ってらっしゃるような中華系の人たちとかも結構ね人脈がある方なんですけども、やっぱりですね中華系の人は本当すごいと、ビジネスに関すること、お金に関する嗅覚っていうのはですねやはり日本人がよりもすごいため、こっちに来る日本人のちょっとした小金持ちとかっていうのはシンガポールの人たちにカモにされたりとかするっていうぐらいです。まあちょっと冗談めいては言ってたんですけども、その時に言っていたのはですね、やっぱりシンガポールってね家賃も高いし、だんだん物価も高くなっていくし、ちょっとマレーシアにでも移動しようかなとかっていうね思いがちなんですけども、シンガポールというのはですね本当に世界中からの富裕層っていうのが集まっているため、本当にお金稼ぎの天才、投資の天才とかが集まってきているため、いかにですねトップの人たちの中で自分も身を置いてですねもっと稼いで、別にシンガポールの物価が上がってもいいじゃないかと、それよりももっとね稼いでやろうと、そういうマインドの人たちっていうのがね中華系の方には特に多いと。家賃が高くなったからちょっとシンガポールには住めないなとかですね、もっと安い国に移ろうとかっていうね、そういったマインドの人はそもそもシンガポールに合っていないというふうにね結構スパッと言われておられてて、確かにそうだなというふうにですね思いました。そのかというのはですね、環境っていうのはですね非常にいいわけなんですよね。キャピタルゲイン税とかインカムゲイン税とかもなかったりとか、法人税も低かったりとか、贈与税とかね相続税とかでもねないわけですから、いろんな意味で優遇されている。一方で家賃とか車を運転する税金だったりとか学費とか教育費っていうのはねべらぼうに高いんですけども、それよりもですね世界の富裕層が集結しているわけですから、そういった人たちともネットワークをしっかり作っていったりとかですね、郵送の中でさらに自分もね頑張っていくっていうね、そういったところの精神をねもっと養ってシンガポールでもっと頑張っていくぞっていうふうにですね考えられた方がいいんじゃないですかということをですね私に今アドバイスをいただきまして、本当にそうだなというふうにですね思いました。その方もですね実は家賃もね110万円とかですねいう家賃をね払われて、オーチャードのすぐ近くの方にね住まれておりましたけども、上には上がいっぱいいらっしゃいますし、私もですね非常にね刺激になりましたので、もっと頑張っていかなきゃいけないなというね気持ちになりました。ということでですね、本当にシンガポールっていうのはですね私はね本当に底辺ぐらいな感じでして、本当にすごい方々がいっぱいいらっしゃるので、せっかくねこういった環境に私も来たわけですから、華僑の人たちのビジネス精神、この投資精神というのはしっかり学ばさせていただきまして、私もねもっともっとレベルを上げていくようにね頑張っていかなきゃいけないなというふうにですね気持ちを新たにしました。はい、ということでですねシンガポールっていうのはですね、先日ちょっと妻の関係で病院に行って血液を取ったりとか、ちょっとした健康診断的なところをやったところですね、1300ドルなので13万円ぐらいのですね請求書が来まして、シンガポールというのはですねこの医療保険っていうのが使えなくて、一応入ってるんですけど、それは入院して手術が必要な時っていうのは降りるんですけども、訪問してちょっと使う時っていうのはもう全部自己負担なんですね。なので本当に高い国なんですよね。なので老後でしっかりと資産がないとこの国はちょっと住めないなっていうぐらいですね。元気なうちはいいんですけども、病院に行きつけきりになる時になってくる時はシンガポールというのはちょっと厳しいんじゃないのかなというぐらいですね、本当に医療費が高い、アメリカと同じぐらい高いと思うんですけども、いろんな国があるんだなというふうにね私も感じた次第です。日本だと多分ですね保険聞いたら多分 3,4,000 ぐらい、保険聞かなくても多分1万 4,5,000 ぐらいで終わるようなことがですね13万とかってみたいな感じのところがあったりとかしてですね、本当にびっくりしましたけども、これがねシンガポールでは当たり前なので、そういうのもね一つ一つ慣れていく必要があるんだなというふうにですね感じました。シンガポールではですね本当に物価が高い国なので、それをねくじけて他
ある国に行くのか、それともそれ以上にですね、素晴らしい税制とかを生かしてさらに稼いでいくのか、それはね、その人それぞれのメンタルにかかってくるのではないかなというふうに思ってますので、私もですね、負けず嫌いではありますので、このままね、しっかり頑張っていけたらなというふうに思っております。はい、ということでですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったのときは、ぜひいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また、日々稼ぐノウハウについて、メンバーの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching, and I see you guys tomorrow. Bye.